バベルジェ最後のインペリアルエッグ、聖ジョージ勲章のエッグは、1916年のイースターにニコライが母である皇太后に送ったものである。それはニコライ皇帝自身が授かった勲章の栄誉を称えている。殻は艶消しの黄色いエナメル製で、格子模様の中に小さな聖ジョージ勲章が赤と白で描かれている。勲章の飾り紐の色、黒とオレンジのエナメルで仕上げられた金のリボンが殻を包んでいる。その後に起こる事件により、このエッグはロマノフ王朝の終焉を暗示するがごとく、ロシア皇帝への最後の捧げ物となった。1916年、ロシアの状況は悪化した。国を救うため、皇帝の取り巻きはラスプーチン暗殺計画を実行した。毒を盛ったり、狙撃したり、冷たい川に投げ込んだりした。その結果、ロシアは悪名高き人物からは救われたが、1917年の革命からは逃れることはできなかったのだ。食料危機と燃料不足が頂点に達し、市民の不安は募っていった。冬の宮殿の外ではストライキや暴動が勃発していた。そして兵士が革命の動きに加勢すると、政府は崩壊した。プスコフで皇族用の列車に乗り込んだニコライは大尉の要求を飲んだ。ニコライはいとこのジョージ5世が国王を務めるイギリスへ家族と共に送られることを願ったが、国外追放は許されなかった。レーニンとボリシェビキが政権を握ると、皇帝一家はウラル地方のエカテリンブルグへ護送された。そして革命家たちが特別な目的の家と呼んだ場所に幽閉されたのである。1918年7月16日の未明、ニコライとアレクサンドラ、そして5人の子供たちは地下室で処刑された。まずニコライが撃たれた。その次は世継ぎのアレクセイ。アレクサンドラは銃が向けられる前に十字を切った。そしてオリガ、タティアーナ、マリアが隠し持っていたダイヤ入りのコルセットが銃弾により砕け散った。最後はアナスタシアであった。彼女は最初の銃弾では死なず、銃剣で息の根を止められたのだった。遺体は焼かれた後硫酸をかけられ、地下通路に埋葬された。1989年に共産主義が崩壊するまで、その場所は封印されていた。ニコライとアレクサンドラの帝政、そして300年にわたり存続したロマノフ王朝は暴力の刃に屈したのである。新たな指令のもと、皇帝一家と関与する者は全て国外に追放された。ファベルジェもその一人であった。イギリス大使館への特使を装い、ファベルジェは1918年9月ロシアから亡命し、スイスのローザンヌで家族と再会した。それから2年後この世を去った。ボルシェビキはサンクトペテルブルクにある彼の店を差し押さえ、営業を自粛させた。ついに職人も去り、在庫品は売却撤去された。インペリアルエッグはどうなったのであろう。戦争や革命の渦中にあったにもかかわらず、繊細で貴重な空想の産物は奇跡的にも無事だったのである。レーニーは意外にも非常に保守的な人物でした。彼は宮殿を封鎖し、中にあるものも鍵をかけて外に出さないよう命じました。戴冠用の玉宝クラウンジュエルやインペリアルエッグ、ファベルジェ作品などの高価なものは全てリストアップされました。そしてクレムリンに運ばれ、1921年頃に発見されるまで隠され続けていたのです。当時共産党は経済政策として初の5カ年計画への財源を探していた。早急に資金を確保するため、インペリアルエッグを含めたロマノフ王朝の芸術品を外国のバイヤーに売却した。アメリカ人実業家
アルマンド・ハマー博士は多くのファベルジェ作品を手に入れ、アメリカでそれを販売しようと考えていた。しかしそのタイミングは最悪であった。アメリカは大恐慌を迎えたのである。しかし1933年にはアメリカ市場は回復し、ハマー博士はニューヨークのロード&テイラー百貨店でエッグを販売した。さらに展示会も開催され、アメリカでのファベルジェ作品の収集に火がついた。大手食品会社ポスト社の相続人で慈善家マージョリー・メリ・ウェザーポストなどの初期の収集家たちは、他のどの国よりもアメリカへファベルジェエッグを持ち込もうと努めた。所在が確認されている42個のエッグのうち29個を全米の収集家や美術館が所有している。最大のコレクション12個のエッグを獲得したのはニューヨークの出版社ホーブスのマルコム・ホーブス氏であった。くしくもロシア革命の勃発は父が生まれる2週間前で、フォーブス氏創刊の1ヶ月後でした。それが父がフォーブスギャラリーを作ったきっかけとなり、資本主義こそがソビエトに対抗できるとエッグ争奪戦を引き合いに出しました。ワインバーガー国務長官が来社した時、ミサイルはないがエッグの数では負けないと豪語していましたよ。インペリアルエッグを求めたのは収集家にとどまらず、一般市民もその美しさに魅了された。1996年全米各地の美術館で開催されたアメリカのファベルジェ展には記録的な数の人々が訪れた。なぜそのような熱狂を引き起こすのか、それはエッグを見た者には明らかだ。多くの人々がファベルジェの作品に惹かれるのは郷愁を誘うからでしょう。ロマノフ王朝を感じさせるだけでなく、可愛い娘たちや一家に起きた恐ろしい災難を忍ぶことができるからです。それが一番の理由でしょう。またファベルジェのあでやかな芸術作品を見ることによって、当時の宮廷の様子を実際に知ることができるからです。エッグは例えばモナリザのように真剣に鑑賞するためのものではないと思います。もちろん素晴らしい芸術作品ですが、専門知識などいりません。非常に美しく、時には奇抜な、見る者に楽しみを与えるものなのです。ファベルジェの宝飾品を見ると、かつての様子やそれらを制作させた人々、職人たちの趣向を伺い知ることができます。現代社会を見回してみても、これらのエッグほど質の高いものは作られていません。資金はあるはずなのになぜでしょうか。現代のファベルジェはどこに潜んでいるのでしょうね。ファベルジェの才能とニコライの多大なる支援があってこそ、インペリアルイースターエッグの製作は可能となったのである。この先もエッグを生み出したような時代や場所は存在し得ないであろう。だからこそこの価値は永遠に慈しまれるものなのである。